俺だけいなくて悪かったな。で、勝利、綾太、怪我はどうなんだ？痛むのか？別に、これくらいどうってことね。僕はすっごく痛い。さっきまでかすみちゃんが氷水で冷やしてくれてたけど。うん、後でちゃんと手当てもしようね。よし、任せたぞ、かすみ。悪いけど、俺はバイトに戻らなきゃなんねえからな。過ぎちまったことをくよくよ言っても始まらねえ。まあ、元に戻っただけだ。明日からまたストリートで頑張ろうぜ。でも金は。勉強代と思って諦めるしかねえだろ。けど安心しろ、これからもできるだけバイト入れてすぐに取り戻してみせるから。バイトって、今だってバテてもおかしくねえくらい働いてんのにまだ無理すんのかよ。とにかくこの話はもう終わりだ。勝利、綾太、二度と喧嘩すんじゃねえぞ。うん、分かってる。そんじゃ俺は行く。遅くなると思うから先寝ててくれ。頑張ってね、行ってらっしゃい。くっそ、やっと前に進めたと思ったんだけどな。トラ、おサム、なんで大丈夫か？あいつらの前じゃああ言ったけど、正直ちょっときついな。すまなかった。事務所の名前に聞き覚えがないと思った時、もっと疑っていれば。バカ、お前のせいじゃねえよ。リーダーのくせにあっさり騙されちまった俺が悪いんだけど、引きずってても仕方ねえ。お前もきついだろうけど、あいつらがこれ以上落ち込まないように頼むな、おさむ。わかった。おかしいな、迷ったか。会場マップは、あの道を右に入らなきゃいけなかったのか。とっとと会場の下見して周辺も見てえし、面倒だが戻るしかねえな。園芸コンテスト、地方のものだが結構有名だし、あいつが出場する可能性はある。わざわざ小旅行を兼ねてここまで来たんだ。今回こそは成果の一つくらいよこせよ。生歌？誰かが路上でやってんのか。へえ、悪くはねえな。けど基本の発声ができてねえし、パフォーマンスも荒削りだ。特にもう一曲いくぜ。センターのあいつは力を出しすぎで危ねえレベルだな。周りにキュアマネらしい人間もいねえし、野良か。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫？ドラオ君？ああ、心配すんな。ちょっとふらついただけだ。最近は夜も毎日働いてるんだ。無理するなよ。わかってるって。平気平気。こんなとこでへばってられるかってんだ。俺がもっとしっかりしねえと。これは見過ごせねえな。おい、そこの5人。おじさん誰ですか？僕たちに何の用？失礼なこと言うんじゃねえ。まだ20代だ。それよりお前らも知ってるだろうが、野良活動は禁止だ。とっととやめねえと通報するぞ。通報？